実は松原健さんは2005年の9月21日にデビューをしまして、この日が自分の16歳の誕生日だったんです。出た時の曲がこの金沢望郷歌で、本当にすごく縁が深いなって勝手ながら思ってるんですけど、今日はちょっと源哲也さんと五木ひろゆきさんと、そして松原さんに感謝の気持ちを込めて歌いたいと思います。聴いてください、金沢望郷歌です。テレビカナダのミュージックドラマ、テレビカナダ、松原、松原、松原、テレビカナダの、テレビカナダの、ね、うん、出ますね、コメンテーターして、コメンテーターして、まだね、マグロクマゲンナマすまん、52度ふるさとは